そんなこと言われたりされたりするつもりはなかったけどな。俺たち助け合ってきてるからさ、昨日話したパク・キウヒさんっていうのは女の子、女の子っていうか女性です。成人女性だけどね。なんか俺がパク・キウヒさんになったような字幕がついてたけど、英語字幕で、俺お女性じゃないぜっていう。で、あのそうだな、最近ファッション誌読むようになったのはジェリーっていう、あの病院入院してた時、あのいわゆるヌードグラビアが見えなかった、見れなかったんで、ヌードグラビアって言ってもそんなこと YouTube で言っていいのかどうか知らないけど、アダルト、まあセクシーグラビアが見れなかったんで、あの魅力的な若い女性が映ってるってことで見てたんだけど、実際ちょっとその見てるうちに、ああこの雑誌あの可愛い子ではあるんだけど同世代じゃないなと思って実まああのそうこうしてるうちに、その自分の性欲とは別になんかあの洋服のことについていろいろ思いを馳せるようになったんだよ。でまあ最近じゃ、まあ昔元カノにいたタイプで、こういうタイプも意外と多かったかなっていう、こういうタイプっていうか、この雑誌に載ってるような。で実際こういうファッション誌を見てみて、よく見てみるよ、この小さいとこで値段とか見てみるとさ、こんなもん定価でさ何着も買えねえぜっていうな。買えねえよな、古着屋でバッタモンとかさ、まあ同じブランドでももうな何十年周期で遅れて、であの本物だとしてもね、そのグッチだと しようがなんかシャネルだとしようが、そういうものまあ5年とか10年とか遅れたようなものを古着屋で、まあ状態悪いのを古着屋巡りで買ってコーディネートするのが好きだったっていう程度だけどねっていう。そんなこんなもん定価で買えるかよ、こんなに新品をな。買ってるやつ結構裕福な生活してんだなとか思ってな。まあファッションモデルか、キコちゃんファンだから、俺の誕生月の去年のな、去年の俺の誕生月の方だから、バックナンバー買っちゃった。まあ洋服を買う金はないけどね、ガールフレンドにね。だけどあのまあ雑誌ぐらい買う金ならあるかなと思って、洋服より安いもの880円だもんね。エルフランスって、それでさ、エルフランス俺定期購読したんだけど、今日本屋さんに寄ってみたんだけど、あちこちっていくつかね、数軒回ったんだけど、エルフランスってエルジャポンか、エルジャポン、あの本これエルジャポンなのよ、エルジャポンと書いてるし、エルジャポンで定期購読してんだけど、本屋さんに並んでるエルジャポンの表紙とこっちの表紙違うんだよ。なんかこっちの方がなんかエルフランスみたいな感じのな表紙だよな。今月号のエルフランスはこれかな。まあいいけど、あのあ最近つなぎ流行ってんだなと思って、去年あの逗子っていう海辺の海岸沿いのウィンドサーファーが多い町の民泊泊まってた時につなぎ着てブラブラしてたけど、今頃つなぎが流行ってんなら、あのつなぎまではこのアパートあるから来ちゃおうかなとか思ってんだけど、これブランド物のつなぎって何万もするんだなとか思ってんの。俺 GS 少年だからさ、ガソリンスタンドのあのなんだっけ
ガソリンスタンドの、バイトのやつらが着るようなつなぎ持ってるけどね。何十年も前のガソリンスタンド行くと、ギャル風のギャルやヤンキーの女の子と電話番号を交換するのがチャンスだからさ、チャンスっていうか、あのバイトのメリットっていうのは、ギャルやヤンキー風の女の子と電話番号を交換するチャンスだから、あのキャバクラ行くお金もったいないじゃんって、こうやってのバイトしながら電話番号を交換できるから、ガソリンスタンドの GS 少年だからさ、グループサウンド少年だからさ、マッシュルームヘアでさ、いつまでもイエイエイエイみたいな感じだったから、リーゼントキャラみたいだなっていう。で、まあ実際乗り物の運転はしないけどね、まあそういう友達昔はいたんじゃないかな、最近はあんまり乗り物乗らないから、電車とかバスとか公共交通機関しか、まあ昔からから、まあ自分じゃ運転したことないから、あの俺のおじさんが母方のおじさんにいるんだけど、その三男が若い頃交通事故で1年間昏睡状態だったんで、意識不明だったんだ。だから我が家の方針として、俺は車の免許取るなって言われてたから、まあ実際そのメンタルの病院の処方薬でまともな運転する判断もなかったし、そういう性格上の欠陥っていうのは、まあ血筋としてあるのかなとか思うし、自分でもそういうことは思うな。やっぱもし車を運転してる時に、そういうなんていうの、ちょっと調子づいてる時に、あの悪い方に調子づいちゃうと、本当にまあ人を昏睡状態で殺す場合もあっても、あの交通刑務所行くだろうし、まあ自分が昏睡状態になるのも嫌だったんで、車の免許取らなかったし、運転免許っていうかね、バイクも持ってない、乗ってねえよっていうの、俺暴走族だっけっていうの、そんなことしてないぞ。で、暴走族っていう偏見の目で見られてたけど、暴走族の友達いたのかなとか思うよな。まあ暴走族のリーダーがベーシストだっていう、40年50年ぐらい前の昔の日本のロッククラシックの音楽は聞いてたけどね、実際知り合いお目にかかったことないし、そのベーシストで、俺はギタリストの方の、真面目な方のギタリストの方のギターの弾き方をお手本にしてただけで、俺実際音楽聴くときあんまり歌の歌詞っていうかな、言葉的なことな、あんまり頭入ってこない、なんかそういう人間的に欠陥があるのかな。普通の人間は歌聴いてるときは言葉だけが、みんな歌詞だけがな、ワードだけがな、ロジックだけがな、頭の中ぐるぐる回るらしいんだけど、俺音楽聴いてるとき音のメロディーとかリズムとかハーモニーとかのことがすごく気になるんで、それ一生懸命聴いてると言葉が頭入ってこれ来にくいんだよね。だから言葉を理解しようと思ったら歌詞カード広げなきゃちょっと分かんないんだよ。音楽消してな言葉って音楽の邪魔だとか思っちゃうことがあるんだけど、まあそれを上手に乗っける人もいるけどね、うん、俺は聞いてる時は音楽の成り立ちとしてどう分析して自分で再現しようかってことに集中してるんで、あんまり言葉をどう再現しようかとか、その歌詞のストーリーとか、まあラップにしてもな、そのフローの
そのストーリーとかフリースタイルのそういうバトルとかそういうことはあんまり興味ないって言っては悪いんだけどね、あのそっちの方に一生懸命な人はね、こっちの俺の専門分野じゃないから聞く方としても自分で作る方としても俺の専門分野じゃないんだよ、あのあんまり得意分野じゃないよ言葉って、ね、まあ普通の人間生活の上でのコミュニケーションでもあんまり言葉の使い方苦手だからさ、あの音楽しない人にとって言葉の方のみで発達してしまうんだろうけど、そっちの発達強い人が多いんだろうな、音楽しない人はな。俺は音楽の方でそういう分析とか再現とかの方に力注いでるから、言葉のはなんていうの、自分の言ってることが相手の言ってること、相手のことを言いたいのに自分のことのように言ったりとか、そういうなんか人間的なやり取りっていうの、言葉での、言葉のみでのな、そのやり取りっていうから、その催眠術的なな、心理学的な、そういうとこを発達してないな、発達障害なんだよ。でまあ「ジェリー」っていう雑誌が値段的には安くて若い女の子でも手が届くセンスのいい雑誌なんだろうなとか、そういうファッション誌で見てたんだけど、まあ俺実際あのファッションのことは実はよくわかんないし、こんなに高い値段がするもんだとは思ってもなかったから、まあ今日書店いくつか数軒巡った時にジェリーあるから、あの雑誌に載ってるんだったら、まあハイティーン、ローティーンが手が届くかどうかわかんないけど、ハイティーンだったら、ハイティーンとか、まあ20代前半だったら、普通に自分だけの金でね、自分の力でね、女性だけのな、彼氏とかな、パパとかな、そういうパトロンに買ってもらわなくてね、人の力に頼らなくて、買える値段の洋服だと思ったんで、ジェリーっていうのは。だけど、実際、アパレル業界の闇っていうのは、分かってるで、今な、サスティナビリティとか言ってるけど、洋服作るのにどんだけの犠牲を払って、一つの洋服ができてるか、安い洋服っていうのは、そんだけ、割を食ってる、縫い子さんとか女工さんとかな、縫い子さんっていうのは、張り子さんっていうのは、分かんないけど、洋服の、世界のことはよくわかんないけど、まあトップのデザイナーとかアパレル企業の重役のやつらの、お財布事情とその下っ端で工場で働いてる人たちの お財布事情や生活環境と、そういうの考えたことあるかって、あるやつ、まあそういうみんなで考えようって世の中になってるから、実際それを縫い子さんたちにちゃんとした賃金払うんなら、一着買うのに、一着揃えるのに、高音くらいの値段はしても当然なんだろうなっていうのは分かったんだよ。だから俺は古着を買うっていう。新品でこんな定価で買うバカいるかって、俺の力でな、俺の経済力で、俺の経済力と、俺の、まあ、同世代としてもな、50代としても、何着も買えるかっていう、自分だけのな、女性だけの収入でな、買える？買えねえだろ。男にこびねえと買えねえよな。こびてるよな。いつまでもこびてていいのか、女どもっていうな。そうだろ？何着も洋服欲しいのに、いつまでも男にこびながら、洋服買ってていいのかよ。だから、まあ、ジェリーぐらいの値段で買えるわけねえし、買うことが実際な。まあ、そのこと言っちゃ悪いんだけどな。まあ、それでジェリーっていうのは、ジェリーな。ゼリーのことか、食べるゼリーな。ゼラチンのことかとか思ったんだけど、まあ、ジェリーっていうのは、英語の言い回しで、ジェラシーっていう意味で、ジェリーっていうらしいんだよ。だから、本当は、こういう定価でブランド物の洋服着たいんだけど、
私たちそんな経済力ないよね、だけど自分たちの力でお金さお財布事情で買おうねっていう、洋服ばっか着てる女の子のジェラシーなのかなとか思っちゃったら、まあジェリーは探してなかったんだけど、まあラファーホはあったな。まあ、ラファーホもあのメンタルの病院によくいるタイプの、炭水化物をあの植物油でパフしたよな、うまい棒とかな、そういうもんしかあの売店で買えない女の子が、それによってあの体に脂肪がついてしまって、あのちょっとぽっちゃりさんっていう言い方でちょっと失礼かもしれないけど、チャービーちゃんっていう、まあその魅力的な女の子なんだけど、ちょっとあのふっくらした女の子のためのファッション誌、あれは見かけたんだけど買おうかなと思ったんだけど、他にあの買わなきゃいけない資料があったんで、あまた今週中か来週中に行って書店に、ね、その雑誌があったらまた買おうかなと思ったんだけど、まあその性欲の吐け口とかなんとか言うけど、あのまあ性的搾取っていうのかな、その女性を性的消費と見ているとか、まあ女性があの男性アイドル、まあだ日本でもいるような男性アイドルな、ジャニーズ事務所の男の子たちとかにキャーとか思う気持ちとか、まああとなんだろうな、まあいろいろいるような、あの男前のイケメンのアイドルにキャーとか言ってる、あれ男性アイドルに対する性的消費じゃねえのとか思うし、まあそれ必要だと思うよね。だからどの程度自分のフラストレーションの処理って言っちゃ悪いんだけど、ね、フラストレーションの処理のためにあいつらいるのかっていうことになるから、まあ実際そうだと思うし、あの人たちと使えるわけないもんねっていうの。でまあ俺たち協力してきて、協力しながらあのやって協力して生活してるからさっていう意味で、ミュージシャンとして女の子を協力っていうかプッシュアップしたいって気持ちはあるんだよね。だから、うん、パク・キュウシさんは女性の、 あの女の子のギタリストです。僕は男性で、あの俺が中学1年生の時か、なんか部活動入んなきゃいけねえぞっていう、いけねえとは言わねえんだけど、美術の授業で水彩画で生物画を描く授業があったの。それでまあ油絵っぽくその生物画が描けたから、この生徒には美術部に入れて油絵の勉強させた方がいいんじゃねえかってんで、あの恩師っていうか先生が推薦してくれたの、美術部に。だけど男子生徒は俺だけだったんだよ、あと全員女性の生徒で、まあ俺としてはちょっとその女の子ばっかりで、まだ10代、中学1年生だから13歳ぐらいか、12歳から13歳かな、まあ13歳ぐらいの年頃の男の子にとっては女の子とどう付き合っていいかとか分かってないけど、内心は嬉しいんだよ。だから俺はその性教育的な話で、性教育の話かな分かんないけど、俺小学校3年の後半か4年ぐらいかあたりからまあマスターベーションやってたんだけど、覚えたんだけど、まあ昔の俺の田舎町の地域の小学校では、まあ学校っていうのはあいうえお順、英語でもアルファベット順な、だから俺の名前名字山本っていうから、あいうえお順でも最後の方だし、アルファベット順でも Y って最後の方じゃん、 XYZZ の次だからさ、あの名字で席順決めたりするじゃん、だから名前呼ばれたりもな、だから ABCD1234 とな、まあ「あいうえ」とか「いろはに」とか、まあ順番あるんだけど、あの
その言葉の順番な、その言葉っていうか単語じゃないのか、一文字の順番で俺呼ばれるの最後の方だし、あの水着の着替えな、水泳の時間のあれも区切るのに、男の子の着替えの時間と、俺女の子の着替えの時間の時に女の子たちで一緒に、まあ他の男子も何数人いたと思うんだけど、まあ当時の小学校っていうのは男女一緒に水着に着替えてて、今のコンプライアンス社会っていうの、コンプラ社会っていうかな、コンプライアンスがあの行き届いた社会だったら、男の子と女の子と、まあそこら辺ジェンダー問題だな、男の子、男と女を分けるのは逆に性差別だっていう意見もあるかもしれないけど、まあ今にして思えばちょっと不思議な感じだったよ。男の子と女の子が、まあ、裸になって水着に着替えるのをやらされてたし、まああの健康診断の時でも女の子あのシャツをまくってこう聴診器当てられてたし、まあそういう姿も男子も見れたし、まあそれであの3年生の後半から4年生あたりからマスターベーションを覚えた少年が何も感じねえかっていうと、ある程度恋愛対象としてあの口には出さなかったり、そこまでイチャイチャしてなくてもあのそういう目で見るのは当然だと思うんだよね。小学生でもそういう気持ちはあるからさ、そういう場面に居合わせると、しかもあの実際ぽっちゃりした女の子の方が体の発達がちょっと大人っぽかったりするんで、すごく魅力的に感じてたんで、小学校の頃からだいぶあの その手のタイプの女の子っていうのはあのとても魅力的に感じてたっていうのはあるんで、まあどのぽっちゃりさんが一番最初のぽっちゃりさんのモデルさんなのって言われたら、それは覚えてないよね、どれだったかなとか思ってな、まあ小学校 3,4 年の頃のぽっちゃりさんって卒業アルバムとか広げるのかなとか思うんだけど、まあそういう、まあ、ハラスメント的ななんか追及は他のやつでしない方がいいとは思うんだけど、まあそういう感じで実際中学2年生の時にペッティングする、まあ、ステディができて、ステディガールフレンドかな、ペッティングするステディガールフレンドができたんだけど、まあその美術部に入ったおかげ、美術部に入って何数週間か1ヶ月ぐらい、まあそういう女性だらけの部室でかなり内心嬉しいんだけど、他の男子生徒のな、ジェリーでな、ジェラシーでな、俺トムって言うんだけど、ジェリー野郎どもがな、他の全校生徒の男子がな、ジェリーネズミ野郎だったんだよ、おめえらな、男子生徒がな、俺はトムだったけど、でいじめにあったんだよネズミどもね、こっぴどくな、そっから40年間な、40何年間そうして今に至るっていうな、そう中学生の時の同級生のやつらのジェラシーだよ、嫉妬しんだよな、おめえらもうすでに嫁さんいるだろうし、あ俺の高校生の時の同級生で筑田麻里夫っていう生徒会長がいたけど、筑田麻里夫を俺になりすましてる筑田麻里夫のなりすまし野郎とかのラジオ投稿で、俺が昔生徒会長だったとか、俺は高校中退だから生徒会長やるほど優等生なわけねえじゃんっていうで、山本太郎さんっていうあの立派な若い政治家いるけど、いや俺の名字山本だから、俺が昔総理大臣になりたかったとか、子供の頃が総理大臣なんかなりたくねえよっていうの、俺音楽の分析と再現のことで頭いっぱいで、政治のことは選挙の時にあの選挙の時の目安として見てるだけで、政治なんか政治家のやるかって、バカだろそりゃ、アホもいい加減言えよっていうの、アホほざくない、政治家やったらな、それもう金集めとかな、
ああいうクリーンな政治、山本太郎みたいなクリーンな政治しようとしたら一生も叶わねえことになるでって、ボランティア生活で終わるじゃんっていうな。まあ実際俺もそうだけどな、ボランティア生活とは言わねえけど、でまあ俺たち協力してきてるから、協力してきたから、あのミュージシャンとしてな、女の子で今までな、女の子のバン、俺ら世代のバンドメンバーで女の子って言うと大抵はもう、大抵はじゃないんだけど、まあ俺らと同世代でガールズバンドの先駆けはいたんだけど、ほんと数えるほどだよ。あの一般のミーハーの女の子が知ってる程度だったら、プリンセスプリンセスとかゼルダさんとかな、そこら辺ぐらいしか知らねえだろうけど、もっとたくさんガールズバンドいたんだけど、なかなか日の目を見なかったし、そういう土壌がなかったし、男たちの圧力に屈してきたから、屈服してきたから、女の子がキーボード以外の楽器を持つっていうのは珍しいことだったんだよ。だから最近では女の子でも俺よりギターの上手な人たくさんいるんだけど、も例えばアラブ諸国やアフリカ諸国では女性が楽器を持つこと自体けしからんっていうな、そういう世界だったんで、女性が楽器を持つことは汚れたことだって、汚れるのかわかんない、男性が崇高だから女性みたいな汚れたやつは楽器を持っちゃいけないみたいな風潮があったのかもしれないな。だからその女性がギターを持つこと自体最近のことなんだよな、そのアラブ諸国やアフリカ諸国、ギターにしろあのキーボード以外だったりとか歌以外だったりとかすることは意外とまだ世界的には普及してないから、そういう人たちに向けて初心者用に教えてるだけで、その中のヒロインというかヒーローっていうか、まあ立派な女性の手本としてパク・キウヒさんっていう人がいるよって言ったら、俺がパク・キウヒさん扱いの字幕がついてんじゃん、俺は女の人じゃないし、まあ協力してるけどね。でまあ俺のおじさんっていうのは、あの散髪屋さん組合の女性部の部長だったんだな。だから女の人と仲良くするの好きだったらしいんだけど、まあ実際はおしどり夫婦で、あの自分の奥さん、できた奥さんがいて、そのおじさんにはな、そのまあそこら辺と似てんのかな、俺の性格っていうのはな。まあ実際おじさんも浮気をしたかどうかは分かんねえけどな。だから俺はパク・キウヒさんとはジャンル全然違うしな、やさぐれギタリストってじゃ悪いんだけど、あのああいう上品なギタリスト、ギターは弾けないし、ギターの形も違うって説明してんのに字幕でなんか LGBTQ 運動の騎手みたいに、俺が女ギタリストみたいな、女流ギタリストっていうか、男同士の恋愛が好きなギタリストみたいな、だいたい女性の性差別が解消されてねえのに、その同性愛とかどうとかいうの先走るのどうよって、世界的にどうなのよっていうな、欧米諸国や日本だけがそういうコンプライアンスで LGBTQ の同性運動な、だから俺はゲイのやつらに冷たいと言われてるような、あ実際そうだよ、あの冷たくならざるを得ないような圧力があったから、それは申し訳ないとは思っているんだけど、その野郎どものな、ネズミ野郎どものジェリーでな、ジェラシーでな、だからだいぶ妨害にあって、俺の過去のステディガールフレンド全員もその野郎どもの脅迫でな、野郎どもとその同性愛者の脅迫でな、それに乗っけられた罪のない同性愛者どものな脅迫によってな、俺自身脅迫にあったし、女の子となかなか恋愛上手するチャンスが少なくて、ほんとイライラしてるっていうのは分かってくれてるとは思うんだけど、それな、そういうひどい目にあってんだよ。まあ実際俺が、あのうちの家族っていうのは今でこそ低層観念あるような喋り方をしてる、低層観念あるんだけどな、だから
うちの家族っていうのは若い時からスウェーデン並みとは言わないけど、なんかちょっと開けてたとこあって、小学生時代からかなり性教育されてたんだな。まあ今風かどうかわかんない、今風の性教育かどうかわかんないけど、まあ開けたその性について喋ってたから、逆にその性教育行き届いてると性犯罪を起こす、性犯罪や妊娠、望まれない妊娠をしてしまうような行為に及ぶような失敗が少なくなるっていう統計が今まではあったんで、まあ今でもあるのかな、わかんない。まあ性病のこと、予備知識とかも入ってくるじゃん。でも日本の教育しないよねっていうな。そういったアメリカ福音派な、ドナルド・トランプの支持団体な、キリスト教の福音派とかな、性教育したがらねえよなっていうな。そういうやつら大嫌いだし、あのバイデンもちょっと不思議だよな。あいつ結構金好きだからさ、お金がさ、俺が聴いてる音楽、中国語っていうか北京語の音楽だけど、バイデンがビジネス関係で、お金関係でな、マネーでな、ビジネス関係で対立してる北京当局の地方の音楽をずっと聴いてると思ってるらしいけどな。俺が中国語びいきっていうか北京語びいき、北京語多少喋れるから北京語の音楽聴いてるんだけど、俺そこら辺の地域の音楽聴いてるっけ、台湾じゃなかったっけ、同盟国で半導体のビジネスでだいぶパートナーの地域の音楽聴いてねえかっていうな。おめえらよく出回らしてくれたな。